基本一人です。いつもありがとうございます。日曜日の朝です。午前7時ですね。ちょっと今日は遅かったですね。今日はね、予定の何もないね、日曜日ですね。だからね、朝からね、撮影ということですけど、全くのね、ノープランですね。行き当たりばったりですけどね、朝起きてから昼過ぎ、何時になるか分かりませんけどね、適当なところまで、なんとかね、撮影をして、動画にしていきたいと思います。今年の冬からですね、ヒートテックのパッチと、すごい厚手のね、ワークマンで買った靴下はね、毎日もう本当に履いてますね。だから毎日ね、履いてるからね、帰っても、これなしではちょっといられない感じになりましたね。最近はコロナの影響でしょうか、外でお店に入ってもね、換気をしてるのかね、暖房があまり効いてない店なんかも結構多いもんですからね、こういう感じのね、防寒のね、衣類は大切ですね。休日の朝っていうのはね、昔はね、本当に開放感と幸福感がね、結構あったもんですけどね、最近はね、本当に日曜日も平日もね、あんまり変わらない生活をね、してるんで、特別ね、日曜日だからってね、ワクワクするような感じはないですね。だけど今日は三男のね、リハビリがないんで、ちょっとだけね、気持ちにゆとりがあるなっていう感じですかね。今日一日ね、何してもいいわけですけどね、なんか車でね、ちょっと遠くに出かけてみるとかね、そういう気持ちにはなぜかなりませんね。僕はね、基本的にね、デブ症ですね、国内はね。頭のね、寝癖を直すためにね、適当に蒸しタオルをね、作ってますね。そしてこのようにね、頭に当ててるわけですね。これでね、寝癖を直してます。他の方がね、どういうふうにしてるのかな、シャワーとか浴びてるんですかね、髪の毛だけ洗ってたりするんですかね。僕はね、寝癖直すのは、蒸しタオルですね。タオルをね、熱湯に浸すだけですけどね、結構簡単にね、非常にね、強い寝癖がね、結構治るんでね、僕はこれを採用してますね。あとは乾いたタオルでね、今拭いています。新聞をね、取りに行きますね。外に出たら寒かったんでね、今日はね、散歩お休みということに、しましたね。白湯でもね、飲みながら、ちょっと新聞でも見ようかなと思います。日曜はね、広告も少なめですね。そういう感じで広告類をね、整理しながら片付けていきます。新聞の広告はですね、電気屋さんの広告、スーパーの広告、ホームセンターの広告、あとはユニクロの広告ぐらいでね、あとはね、ほとんど見ずに、整理してしまいますね。そしてね、昨日の新聞はね、必ずここで、整理してね、一緒に、捨ててしまいますね。新聞ね、取ってるのは母親のためですね。
ほとんど僕はね、大して読まないですけど、母親はね、結構丁寧に読んでますんでね。J1 清水6年ぶりに開幕白星だって。あまり大きなニュースはなさそうですね。昨日は J リーグはね、開幕したんで、特に静岡新聞は清水がね、鹿島に勝ったということで、テレビ番組表はあんま見なくなったね。あと一番後ろ、特別なしですね。日曜の朝の8時半ですね。朝マックしに来ました。最近は朝ごはん食べてないんでね、たまに朝ごはんを食べるとね、おやつ感覚でね、すごくね、美味しいですね。20年前とね比べたら、マクドナルドのコーヒーもね、かなり美味しくなりましたね。チキンクリスプマフィンですね。ジャンクフードもね、たまにならいいんじゃないかと思ってます。最近はですね、精神状態もね、すごく安定してますね。午前中はリハビリをやって、午後は家事をやったり、YouTube の撮影やったり編集したりとかで、夜はね、ゆっくりね、最近は小説が面白くなったんで、本を読んだりっていう感じでね、平凡なね、日常ですけどね、そこそこやることがあってですね、完全にその暇でしょうがないっていうことはないんでね、なんかむしろ精神的にはね、すごくね、落ち着いて生活できてるなって、思ってます。振り返るとですね、僕の大学時代っていうのはね、割と精神状態はね、あまり良くなかったような気がしますね。月に1回ぐらいはね、2、3日ね、家から出ないでね、どこも行きたくないっていうね、無気力の状態がね、続いたりとか、そういうのが多かったですね。だからね、今でもね、怖い夢をね、見るっていうとね、大体大学時代にね、遡ってね、なんかうまく、卒業のね、単位が取れないからどうしようとかね、なんか、学校卒業しなくてね、すごく悩んでるみたいなね、路頭に迷ってるみたいな、そういうね、夢をね、結構今でも見ることがありますね。大学時代はね、超夜型でね、だいたい朝の4時ぐらいに寝てね、昼の12時に起きるみたいなね、午前中の授業は全然行けれないみたいな、そんな生活をしてましたけどね、そっからどんどんやっぱり大人になってね、僕も、自己啓発の本を読んだりなんかしてね、考えを改めて、昼朝方の生活にね変えたりとか、あとヨガをやったりとか、まあ自己啓発の本なんかでね、自分のねヒントになるようなことをね、積み重ねていくうちにね、なんかすごく、いい習慣がね、結構身についてね、そっからはね、割と大きくね、精神状態がね、40代ぐらいに差し掛かったぐらいからね、いい精神状態でいれるようになりましたね。ここ10年15年はね、すごくね、精神的にもね、安定した生活をね、できてると思います。
若い頃はね、本当にあの鬱とね、躁みたいなのがね、若干ムラがあったような気がしますけどね、今はそういうのがないんでね、もう僕もね、かなり年を取ったんでね、若い頃に戻りたいかって言われたらね、そうじゃないんですよね。若い頃の方がね、悩みとかね、自分の感情とか精神状態をね、コントロールできなくてね、むしろね、あまり幸せじゃなかったような気もしますね。若い頃はね、本もね、なんか落ち着いて読めなかったような気がしますね。やっぱり気分のムラがあるとね、じっくり本を読むっていうのはね、なかなか難しいなと思いますね。そしてね、YouTube をね、ちゃんとね、2日に1回、ちゃんと動画を出し続けるっていうのもね、ある程度ね、今の安定した精神状態だからこそ、できてるような気がしますね。だからね、僕はね、本当に若い頃に戻りたいかってね、質問されたらね、別に強がりじゃなくてね、心の底からね、もう本当、今のね、50代、60代の、生き方で十分ですって、言えますね。まあこれからね、年をとってね、体の健康みたいのがね、脅かされた時にね、今のようなね、安定した精神状態でいられるかどうかっていうのはちょっとわかりませんけど、今はね、とにかくいいですね。はい、今ですけどね、新聞ですね。新聞を捨てに行きます。新聞はね、こちらに保管してありますね。近くのスーパーにね、リサイクルの捨てる場所があるんでね、今これだけ溜まりましたんでね、2ヶ月ぐらいですかね、溜まったんで、これをね、縛ってね、捨てに行きたいと思います。はい、新聞ですね、こちらをね、束ねていきたいと思います。こちらのね、うちの地元ではね、紙のね、紐を使わないといけないということでね、やっていきたいと思います。なんか最近ね、僕の気分がいいのかね、こういう雑用もね、結構ね、割と、気持ちよくできるようになりましたね。なんかめんどくさいなっていうのもあるんだけど、そういう気持ちよりもね、まあやってもいいかなっていうね、そういう感じです。だから最近はね、食事作るのもね、結構ね、前よりも楽しいですね。で、前はね、音楽かけてやらなかったんだけどね、音楽かけてやるとね、結構楽しいっていうことに最近気がついて、ラジカセですね、台所のね、ラジカセをね、使ってね、カセットテープを聞きながらね、カセットテープですけどね、相変わらず。昔撮ったね、20年ぐらい前に録音したカセットテープを聞きながら、料理を作ってますね。動画ではね、ちょっと料理、音楽かけれないんだけどね、著作権の関係で。まあ、こんな感じで、3つやってきますね。では、雑用とか家事とかね、結構、やってきた、今まで結構やってきたわけですけどね、僕子供の頃から結構ね、母親に頼まれて朝豆腐屋さんに行って豆腐買ったりとかね、そういうことしてましたね。で、僕らの子供の頃ぐらいからね、子供にあんまり働かしちゃいけないっていうムードだになったんですね。僕の母親の代だったらね、まだ結構、兄弟も多くてね、一番上のお姉ちゃんがね、末の子供のおんぶをしてね、親の代わりにね、子供をあやしたりとかね、そういうことやってたんだけどね、もうそういう、なんて言うんだろう、大人がやんなきゃいけないような家事をね、子供にやらしちゃいけないっていう風潮が結構ね、僕らが子供のぐらい頃にもうすっかりできてしまって、そういう子供を働かしちゃいけないっていうね。だからね、結構ね、豆腐屋さんだなんだってお使いに行くとね、
偉いねって言われましたね。褒められて。それが良かったのか、割と、なんて言うんだろう。お使い行くのもね、そんなに苦じゃなかったですね、子供の頃。豆腐屋によく行きましたね。朝一でね、出来たての豆腐とか油揚げを買って、学校に行く前にね、買い物に行くというね、そういうことですね。はい、これで3つ終わりましたね。はい、はい、これをスーパーに持ってきますね。はい、いつも行ってるスーパーがね、リサイクルの新聞やめたみたいでね、こちらに持ってきましたね。ちょっと遠くなりましたけど、よいしょよいしょ、すごいいっぱいあるね。あとこっちが雑誌ですか。あと段ボールもありますね、こちらはね。はい。